皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。本日2021年11月15日でポケットモンスターソードシールドが発売から2年となるそうです。ということで今回のゲームニュースは、ポケットモンスターソードシールドが発売された日、完全新作では初の据え置き向け作品、ワイルドエリアやダイマックスなどの驚きの新要素が多数登場。記事はファミ通 .com より引用しています。向上したグラフィックと巨大化するポケモンの新要素に感動。今から2年前の2019年令和元年11月15日は、任天堂スイッチ用ソフトポケットモンスターソードシールドが発売された日。ポケットモンスターソードシールドは株式会社ポケモンから発売された RPG。 完全新作として数えるとポケットモンスターサンムーンに続く8シリーズ目となっている。ファンの間ではポケモン剣盾と呼ばれることが多く、ポケモン公式ツイッターなどでもハッシュタグとして使われることもある。パッケージに描かれていた伝説のポケモンはソードがザシアン、シールドがザマゼンタ。それぞれシアンとマゼンタという色の名前が由来になっているようで、ロゴに描かれた剣と盾のイラストが該当の色になっているのが面白い。最初にもらえるポケモンはサルノリ、ヒバニー、メッソンの3匹だったが、みんなはどのポケモンを選んだだろうか。任天堂スイッチではすでにポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴーイーブイが2018年に発売されていたものの、ポケモン本編の完全新作としては初となる据え置き型ゲーム機向けタイトルということで、ファンの期待度もいつも以上に高まっていたのではないかな。やはり嬉しかったのはグラフィックの大幅な向上。ポケモンたちの仕草はより細やかに可愛らしくなり、あらゆる角度から存分に眺められるようになった。当然ではあるが、任天堂 3DS から解像度が飛躍的に上がっているので、大画面のテレビで見ても美しい。もちろん冒険の舞台となるガラル地方の近代的な都市や草原、雪景色など様々な表情を持つ風景も、これまでにはなかった壮大な雰囲気が感じられるようになっていた。本作では特にワイルドエリアと呼ばれるオープンワールド風味な広大なフィールドを探索できる要素があるので、グラフィック強化の恩恵を十二分に味わうことができた。大自然が広がるフィールドにはポケモンたちが生息していて、そこかしこで動き回っている姿が見て取れる。天気や時間によって出会えるポケモンが変化するため、訪れるたびに新たな発見をしたなんてユーザーも多かったのではないだろうか。筆者は、何よりポケモンシリーズでカメラを自由に動かして見渡せることに感動してしまった。しかもネットにつないでいれば、他のプレイヤーである大勢のトレーナーたちが自分と同様に探索しているのだからすごいの一言。生息する地方でポケモンたちの姿が通常とは異なるリージョンフォームは本作でも健在。ポケモンソードシールドではさらにポケモンたちにダイマックスと巨大マックスという驚きの要素が追加されている。ガラル地方のポケモンは特定の場所においてスタジアムの天井に届かんばかりに巨大化できてしまうのだ。この現象はダイマックスと呼ばれていて、タイプごとに異なるダイマックス技を使用できるようになる。ダイマックスは単に巨大化するわけだが、巨大化した上で姿形も変化してしまう巨大マックスという現象も存在。こちらは全てのポケモンに起きる変化ではなく、特定のポケモンのみの特別な現象。より個性が際立った姿になるため、なかなかにいかつくてかっこいい。巨大マックス技というそのポケモン独自の技が使えるようになるため、バトルでも超強力だ。前述したワイルドエリアでは、野生のダイマックスポケモンに4人のトレーナーで協力して挑むマックスレイドバトルという新たな遊びがあり、
そこでしか捕まえられないポケモンがいるとあって連日大盛況だった。今までにないタイプのバトルが新鮮で面白かった。ポケモンシリーズといえば、本編が2つのバージョンで発売された後に新バージョンとして新作が発売されることも多いのだが、本作では発売されていない。その代わりに有料ダウンロードコンテンツエキスパンションパスとして、鎧の孤島と冠の雪原の2つの追加シナリオが配信されている。合わせて200種類以上ものポケモンが新たに登場するので、未プレイのシリーズファンは必ず履修しておくべし。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。努力値とかフリや水資源線も楽になったから対戦の敷居が低くなったの、良かったね。ほぼ廃人用のものだったから。ソードシールド息子未だに遊んでるな。かなり遊びやすかったし面白かったわ。ただダイマックスバトルはバリア要素、NPC 仲間が役立たずばかりのどちらかがなければまだ良かったんだけどな。そういや剣盾2周年なんだよな。スイッチ持つの遅かったから始めるのも遅かったけど、 DS とのギャップに本当驚かされた。好きな小厳選するだけで何百時間って使った。ポケセンに足を運んで予約しに行ったのを覚えている。しかし今年はコロナのせいでポケセンが予約開始時にはやってなくて、オンラインで頼んだけど果たしていつ届くのだろうか。ポケモンそこまで興味持たずに過ごしてきた私が、大人になってから今年初めて剣盾プレイしてストーリーやキャラクターに引き込まれ魅力を知りました。毎回プレイするたびに新しさを感じるのがこのシリーズの特色だと思っています。目まぐるしく変わる天候にランダムマッチレイドバトル、期間限定出現ポケモン、新鮮な気持ちで楽しい冒険と出会いを提供してくださるこの作品に携わっている方々に感謝と敬意を。どこにも遊びに行けなかったこの2年間を家で過ごせたのは 100% 剣盾のおかげです。本当にありがとうございました。しばらく新王を旅してまいりますが、間違いなくガラルに帰ってきますので、またよろしくお願いします。ポケモン剣盾2周年おめでとうございます。ハード自体が売れていることもあってか、周りでも久々にポケモンに戻ってきたという方が多かったのが嬉しかったですね。 XY の時に諸事情で一度離れてしまったけど、剣盾からポケモン復帰して本当に良かったと思っています。一番の思い出は発売後にワイルドエリアでレベル上げしてたら雪かぶりが光ったことです。もともとバトルとか苦手だったけど、対戦のハードルがかなり下がって、旅の手持ちもバトルできるようになって本当に楽しかったです。もちろんストーリーやキャラクターも大好きです。以上がネットの反応でした。剣盾の発売から2年経っているとは驚きました。時が経つのは早いですね。そしていよいよ今週にはポケモンブリリアントダイヤモンドシャイニングパールが発売されるということで、とても楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。